レンガ亭の元祖ハヤシライスメニューの英語表記はハッシュドビーフ W ライスとなっているハッシュドビーフは薄切りの牛肉を洋風のソースで煮込んだ料理。現在広く知られているハッシュドビーフは外国料理の技法をもとに明治時代に成立した日本の洋食である。ハヤシライスの別名あるいは英訳として一部のレストランでのみ使用されていたこの名称が 全国的に浸透したのは1989年にハウス食品からハウスハッシュドビーフという商品名のハヤシライス流が発売されて以降のことである。ハヤシライスも参照なお、これとは異なるハッシュドビーフも19世,19世紀以前の欧米の書籍にはハッシュドビーフという古いイギリス料理のレシピがしばしば掲載されている。味付けは 現在の日本におけるものとは大きく異なるが、薄切り牛肉の煮込み料理という点では共通しており、これが明治期に伝わりローカライズされたという推測は可能である。オリジナルのハッシュドビーフがイギリス特有の調味料を用いた煮込み料理であるのに、対し日本のハヤシライス、ハッシュドビーフには当初よりデミグラスや小麦粉のルーといったフランス料理の技法が 取り入れられているため、料理としての連続性に関しては不詳である。なお、ハッシュドビーフというイギリス料理は、英語圏においても現在はほとんど認知されておらず、提供する店も見られない。薄切りの牛肉に、食塩、胡椒で下味をつけ、小麦粉をまぶす。玉ねぎを、薄切り、ニンニクをみじん切りにする。鍋に油を熱して、ニンニクを炒める。加えて、牛肉を炒める。 肉の色が変わったら一度取り出し、バターを鍋に溶かして、玉ねぎを炒める。玉ねぎがしんなりしたら、肉を戻し、マッシュルームと水、赤、ワイン、ローリエを加えて10分ほど煮込む。さらにドミグラスソースとトマト、またはトマトケチャップ、ウスターソースを加えて10分ほど煮込む。皿に盛り、仕上げに生クリームなどをかけて完成。マッシュルームは、 缶詰のものでも良いが、生のものを使う場合は、玉ねぎと共に炒める。また水と一緒に、市販のコンソメを加えても良い。白飯にかけて、ハヤシライスとする。バターライスを用いたり、パスタやパン、マッシュポテトなどと共に食べても良い。食品メーカーのオリエンタルは、ハヤシライスルーの商品名として、ハヤシドビーという表記を採用している。ドビーとは、 ドミグラスソースの日本における故障の一つであり、ハッシュドビーフと音が似ているのは単なる偶然である。ありがとうございます。